早速行ってみましょう。高崎町駅4番出口を出るとすぐに U ターン、右の方へ曲がってください。すると赤レンガの方をまっすぐまっすぐ歩いていきます。ここはね、車が通れないんですね。あ、エレベーターがありますよ。このエレベーターの道のところも一緒にずっと歩いていってください。これはちょっと梅田の方をね、背中にして天神橋筋6丁目駅の方へ向かって歩いていってることになるんですね。左の方に駐車場がありまして、もうしばらく歩いていきますと左手に見えてきますのが、ほら、西村ビル、岡村診療所さんが1階にあります。あ、3人が迎え入れてくれてますよ。あ、イネが誘導してくれています。これ左の方へ曲がって地下の方へ入っていきますと、コモンカフェに到着。というわけで始まります、界隈コモンカフェ編後編でございます。ナレーションは私さんがお送りいたします。あ、なんか占いあるで。いや、マジでどこ、うん、うわー、肝心や、うわー、いけいけいけ。占いとかって大体どれぐらい時間取られるんですか？よう言ってんねん、なんかすごいよ、この人。え、なに、そんなに左右されるの？される、めっちゃされるの、俺めっちゃされるのよ。もう毎日ネットとかの日替わりの占いとかでも左右されるもん。今日は外に出ないで起きなさいとか書いてあったら、もうちょっと家におろうとか。今日は赤い服を着ていきなさいとか。じゃあ今日はピンク。いやいや、今日は知らんけど、なんかな、フジテレビのやつってなんか知らんけど、カニ座がいつもベベない。いやいや、それ気のせいやった。それはみんな思ってる。ちょっとみんな思ってる。みんなこれ見た後見てみて、カニ座絶対ベベやろ。それはな、みんな思ってるね。ヤギ座もいつもベベ、みんな思ってんねん。そうか、そういうもん。じゃあ何座が一番いいの？みんな自分が1位の時忘れてるだけやねん。ああ、なるほど、うん、それはすごいいい言葉かもしれない。そうみんな1位の時を忘れてしまってるみたいなことでしょ。別に名台詞っぽくないな。うん、そうだね。ちなみに私もヤギ座です。占い大好き。これは何ですか？美術館ですか？すごい、子供の絵や。ギャラリー、春郎さんが面白そうな場所を発見しましたよ。早速中を覗かせてもらっちゃいましょう。はてさて、吉と出るか凶と出るか。そうそうそう、ギャラリー、もうだいたい3歳から90歳近くの方。この中は全部。あ、そうなんですか。こちらはギャラリー小川さん。老舗の造り酒屋さんだった旧家がそのままギャラリーになった建物。建物自体が伝統美術とも言うべきアート空間。絵画教室なんかも併設されていますよ。そうなんですか。私の実家なんですけどね。あ、ここ実家なんですか。私のね。なんでまた。もう30年前からずっとアート活動をするギャラリーじゃなくて、なんかアトリエをね、ずっとしてるので、で、ちょうど母がね、もう今そこ出てきましたけど、84歳になるんですけれど、その母がつい、3年前までここでお酒屋をしてたんですよ。で、そんなあともったいないからギャラリーに改装させてもらって、いろんな作家のこう発表する場所として。すっごい味ありますね。あるでしょ。もうなんかだって、あのパンパンとかもう本当にすごい、すごい、こうだいぶ昔から。もうそうです、明治38年から。ちょうど時代にここができましてね。で、戦争で、まあ、焼けなかったからね。そうなんですよね。母さんめちゃめちゃ若いですよね。どうしたすごい。もうめっちゃ聞いたら失礼やと思うんですよ。84歳です。戦争の時にね、はい、この一角もある、焼けも何もしなかったんですけどね、私の中の島のね、中央公会堂からね、千里庵に帰ります道ね、ずっとここの前をね、偶然通してもらったところへ嫁いできてることになります。ちょっとご縁がね。じゃあもうこの時計もずっと昔から、この家ができた時にね、お祝いにいただいた。この家ができた時に、はい、昭和の初めに
もうちょっと動いてる。これとちょっとそのリパチはあのシナの焼きです。それもお祝いにもらった、ね、この家の前の時のドイツ製のガラスでね、この分厚さ、この分厚さがね、あ結構しっかりしますあ、建てた時は変えてないってこと。昭和の初め。あら、これがここは割られたんですよ。割られてここだけは質が違うんです。見てもちょっと違いますよ。あ、そうなんですか。隣のお部屋の下にね、防空壕がありますね。あ、そこからこうずっと抜けてくるようにね。これ、貼り合わせじゃなくて、これ端から端まで1枚も、すごいもうびっくりしますよ。で、普通の今だったらよくほら見かけしても厚さこのぐらいとか言ってこうしてるでしょ、はい、これ1枚もやんか。裏は岩でゴツゴツなんです。一枚の大きい、やからものすごい大きな岩やな。違います、これ持ってここに。もうここだけでちょっと博物館、そう博物館的な、ね、ここはもう完全にうだつが上がってますね。うだつが上がった、立派なうだつが、立派なうだつですね。上がってます。庭がまたそれがもうすごい年代物の庭でね、その100年前からの庭なんだけど、そこにある灯籠もなんか大阪城のお庭と同じやつを大阪で3つ作ったんですって。その1つがうちの庭にある。それ見れないん。いや見れますよ。見ろ、見ろ言うたら見よう。別にこんなん多い、あの見るという姉がないから。いやいや、めちゃめちゃ見たいです。今見張りたく、若干もね、お庭を掃除してないから汚いですけど、入る口あるやけど見て、見張り。いやいや、もうめっちゃ見たいですよ。なんと普段生活されているお家のお庭に案内していただけることになっちゃいましたよ。果たしてどんなお庭なんでしょう。こちらです、どうぞ。 ありがとうございます。あの小川光子さんの教室さんもこちらの家ですね。全部え、光子さんはどなたなんですか。うちの父はお姉さん。あ、そっか。でこっちがお庭で、今ちょっとすごい汚れてるけど、すごいちょっとこう、大阪人の名人が連れてこなきゃいけない。すごい。あ、これ。そう。あ、けどこれ倒れなかったのすごいな。そうなんですよ。ぜひぜひどうぞ。すごいですね。これがその大阪で3つしかない。もうなんか3つしかないんですよ。その時に作者が3つ作ったんですって。で、大阪城とうちと、でもう一つはどこ入れはったか知らんけど、やっぱり船場かどっかのね、とこに入れはったんやと思う。空襲前なのか空襲後なのか。あー、でもこれはもう空襲前です。すごい、もう、ね、もう大阪城は確かめちゃくちゃ爆破されてるでしょ。100年以上前の話だから。かね、そうですね。だから大阪城はもしかしたら残ってないかも。だからここのお庭自体も、そのできた当初はね、今みんな座って、あの立ってはるとこが水のお庭やったんですよ。だから水のお庭やから。おー、これが全部わかります。ここ、だから石をポン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 って来られて、水。小さい時はもうここで花火したり、ここで吸い方を。うわー、いいですね。で、このね、組石っていうのがここに出てる分と同じ以上に奥に入ってるんですよ。これこの奥まだあるんですか。うん、ピラミッド作る技術みたいな感じになっちゃう。どうやって持ってきたんだろう。私らね、子供の時をこれで遊んでて、これ今でもあれできると思うけど、ここに水道があってね。いや、ちょっとほんまにちょっとこっちが行っててください。あ、こっちに避難する。おお、これは百何十年前から噴水があって、で今でもその噴水が後世今でも出るんです。すごい、面白いでしょ。すごいな。すごいな。140年前から同じずっとシステムなんですか。そうすごい、でこのお庭の床にその配管がされてて、じゃあ今でもこうして水が出るんです。へえ、というかもうそんな前からそんなことをしてたんですね。だからこの辺の管理とか、こんなんは昔からですよね。こういうのは、こんなんは昔から。え、それ昔からなんですか。昔から、もう百何十年前から。こんなんは昔、ほら、ここがあの水の
庭やったからこういうのがいっぱいあっちゃこっちに。それは何で作って陶器ですか。ああ触ってみてください。重たいですよ。鉄細工。あ、そうですか。すごいな。化石みたいな。すごい。そうなんです。すごいとしか言いようがない。もうちょっと手入れしてたらいいのに。ごめんなさい。もうちょっと綺麗かった、見やすかったけど、好きなようにしてるからごめんなさい。家自体昔のままの、木造住宅で住んではんのが、あのこっちまっすぐまっすぐ行ってもらったら、はい、旧北伝馬小学校の前に、はい、布浦さんっていうね、そこもあのそこのほら、暮らしのギャラリーありますよ、あの天禄のところ。ああ、ありますね。あそこに暮らしのギャラリーの中に一般なんか庶民のそういう住宅いうのでなんか模型になって出てはる。へえ、うん、同じその住居の横のところで、あのガラス職人さんやからそういうのも見れますよ。昔この辺ね、あの北天満小学校の前の辺のあたりは全部ガラス職人がずっといてたんですよ。へー、うん、だからガラスの工場とかね、そんなものすごくたくさんあったんですよ、この地域。いや、ありがとうございます。いやいや、すいません、お忙しいところ。いやいやいや、勝手に入ってきたんですよ。いやいや、うちらも全然忙しくないですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。でもちょっとほらパッと見たらさ、これが1万円分とか分からないじゃん。分からない。見出しとかも、まあ、言われたらすごいけどさ、こんなすごいものがポンってあるっていうのが。中崎町にはこんなにさらりとすごいところがまだまだあるんですね。思いもかけず大阪の歴史を垣間見させていただきました。あれあれ、今回の海外はなんだか教育番組みたいですね。格調高いわ。つなってるで、これ水入れたんちゃう、これ普通は毛抜けてるわ。毛抜けてるいうの京都では。あのほら、段差がなんか抜ける。木が抜けるとか言ったら分かるけど、毛ってな、毛が抜けるとは言わへんで、あれ。嘘、マジで。それなんか、いろんな悩みがあって、いろんな。うっかりそこにたどり着いてない。飛ばしくなってる。だから大丈夫、大丈夫、大丈夫。それはもう。というか、もうこういう家を見たら中はそうなんだなっていう目になってきたな。ね、だってあそこでしょ、さっき言ったとこですね。あ、ほんまや、あれやわ。でしょ、あの、あそこの屋根とあの屋根の間でしょ、多分。あ、隣にはあのビルがボカン立ってんのに、あのすぐ横にはあんな昔の建物が。これも。そう。2つ上がってないっすよ。あれ、あそこは特別やで。お前2つ上がってねえなーって。あっちから言わすと。そうや。あれはでも相当絡むじゃろ。すごいと思うやん。あれはすごいね。ものすごいよ、多分。大地主じゃん。そうやと思う。この辺の。うん、じゃないと、だってあんな奴隷使わな運ばれみたいな岩を置いてあって。こらこら、もうピラミッドもそうやって建てたって言うじゃないですか。ピラミッド持ってくるな。界隈すいません、 やってます。おった。あ、5時半から。5時半が、あ、すいません。3時半全然押しない。なんで押し言うたんや。ほんまもう、もうやや、もうやや、なんでいい加減なの。もうやや、もうやや、すごい尊敬できへん。うわー、もうほんまに尊敬しようよ。こんなこと言われてどこ尊敬すんねん。えいや、尊敬したらもっと俺も上がっていくと思う。だって絶対脳通して喋ってない。そうや、そうやね、わかる。わかる、わかる。そやね、わかる。脳は通ってなかった、今は。てなわけで、格調高い雰囲気はどこへやら。結局いつも通り酔っ払いのお三方に戻ってしまいました。さてさて、そんなお三方は次回どこの劇場周辺をぐたぶらするのやら。ではでは。